名古屋市、名古屋市は愛知県西部、尾張地方にある市、日本の三大都市圏の一つである中京圏、東海地方の核である政令指定都市で同県の県庁所在地、全16区から構成される。東京特別区部を除くと横浜市、大阪市に次ぐ全国第3位の人口を有する市、中京圏を要する中部地方や東海3県の行政、 経済、文化の中枢で、東海道新幹線が通るなど東日本と西日本を結ぶ交通のところとなっている。人口密度も愛知県の自治体では最高、首都圏、近畿圏の都市を除くと、那覇市、福岡県、春日市に次いで3番目に高い。古くは三種の神器の一つである草薙県、草薙の剣を祭る厚田神宮がある町であり、江戸時代は、 終わり徳川家の治める名古屋城の城下町として繁栄した歴史を持つ。また、太陽国から寄贈された新車里、釈迦の遺骨、お骨を安置するために創建された日本唯一の寺で、ある、角王山姫、大寺がある。坂江、明駅、大須、金山などが市外からも広く集客する繁華街となっており、坂と明駅一帯には広大な地下街が発達している。 それに伴い地下鉄網も充実している。地元住民は名古屋駅のことを名駅と呼ぶが、これは名古屋駅周辺の行政地名、中村区西区名駅1から5丁目、中村区名駅南1から5丁目にもなっている。2008年にはユネスコの創造都市に認定された日本では神戸市と共に初であり、デザイン部門でも神戸市と、 中華人民共和国の新選手と共にアジア初の認定。首相は現在の名古屋市を拠点に尾張を統治した審判徳川後三夜筆頭閣の尾張徳川家の愛印に由来するである。同市は2012年域内総生産は約37兆円であり世界第18位の都市である。2018年では都市的地域 の人口は約1010 10万人であり、世界第37位のメガシティである。また、アメリカ合衆国のシンクタンクが2017年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて、世界70位の都市であると評価された。2008年、クオリティオブライフ、生活の質が数値化された、クオリティオブリビングの分野では、世界第54位の都市でもある。愛知県の南西部、 農美平野に広がる。県内では、豊田市、新首領市、岡崎市に次いで4番目に広い面積を有する市である。市全体を外観すると、市西南部の港区は、海抜0メートルの臨海工業地帯、中京工業帯の一部で、日本屈指の国際貿易港である、名古屋港を有する。港区西部は、市最大の国葬地帯が広がる。市の南部の南区西部は、 港区同様に工業地帯が広がるが、北部の掛ける上は隣接する水北の新玉橋駅の恩恵を受け商業が発達している。市の北部の北区、北西部の西区、南西部の中川区は住宅地が広がる。市の北東部の森山区、筑佐区、東部の明東区、天白区、南東部の緑区は海抜50メートルから100メートルの丘陵住宅街で、 地草区の東山公園、平和公園、森山区の小畑緑地、名東区のいのししだ緑地、牧野家地緑地、緑区の大高緑地などの森林を残した大規模な緑地公園も点在する。市の中核を担う中区、東区、中村区、厚田区、昭和区、水北は、海抜10メートルから15メートルの平野で、市役所、愛知県庁を有する中区の丸の内、二 坂女子大正路、炉、山町、大須、金山、東区の東桜、泉、白壁、中村区の名駅、厚田区の神宮、昭和区、天白区の矢後と、千草区の今池、星川丘は、名古屋市内でも特に商業が発達している地区で、集客力のある商業施設やオフィスビルが連なる。自然環境では、市内に1571種の昆虫が生息し、 これは、喧嘩の26%にあたる。市内東部ではリス、タヌキ、イエコウモリ、コウベモグラ、ノウサギ、キツネの生息が確認されている。野鳥類では、現在、約240種が生息している。だた数、夏、冬とで、寒暖の差が激しい。また、一日の気温差も大きい。夏は高温多湿で非常に蒸し暑く。 全国でも有数の国所地帯である。2018年8月3日には、蓄作で観測史上最高となる摂氏40.3度を記録している。冬は乾燥した晴天の日が多く、息吹おろしという乾燥した冷たい風が吹く。このため、体感温度が北日本並みに一気に低下する日も珍しくない。また、日本海側と太平洋側を分ける伊吹山地と、 鈴鹿山脈が、農美平野北西の岐阜県関ヶ原町付近で、途切れているため、強い冬型の気圧配置になると、雪雲がそこから、農美平野に流入し、岐阜県南西部や愛知県北西部などで、しばしば局地的な大雪に見舞われることがある。二千五年十二月十九日には、平成十八年豪雪により、名古屋市で百四十七年二月三日以来、 58年ぶりとなる 23cm の積雪を記録。さらに2014年12月18日にも 23cm の積雪を記録した。ちなみに名古屋市の最も多い積雪量は1945年12月19日に降った 49cm である。名古屋市は以下の16区で構成されている。 以下の壺根、室おび16の区役所、その他行政委員会等により組織される。中部、東海地方を所管する、中央省庁の出先機関が多く置かれている。名古屋地方気象台第四管区海上保安本部。名古屋市の姉妹友好提携都市は六国の六都市と結ばれており、様々な分野での交流が年間を通して、両都市間で活発に行われている。 また、各都市からの記念品が、名古屋市中区の名古屋市公館、名古屋迎賓館、地下1階にある、国際交流展示室や久屋大通公園で、一般公開されている。姉妹都市は近年提携した鳥野市を含め、オリンピック開催都市と結ばれているのが特徴である。名古屋港は、日本の主要な国際貿易港、五大港の一つであり、 平成26年度までのデータによれば、その貿易額と貨物取扱量は日本最大を維持し続けている。第二次産業の集積した中部経済圏の窓口として輸出入における黒字率が極めて高いのが特徴であり、日本の全港湾の貿易黒字の約6割を名古屋港単行で担っている。 名古屋市を含む4市町にまたがる県営名古屋空港は、アメリカ合衆国ワシントン州のモーゼスレイク市にある、グラント郡国際空港と、姉妹空港を提携を行っている。平成19年度の市内総生産は14兆4267億円で、ある。これは、カタールの国内総生産よりも大きく、世界で50位以内の国に相当する経済規模を有している。 BR また、名古屋中小企業投資育成などのベンチャーキャピタルも、所在し、投資先企業の価値向上を図るなど、活発的な経済活動が行われている。近年では、日本の中央部に位置している立地を生かして、グレーター名古屋イニシアティブのような、域内の産業経済を、より世界にオープンなものとし、世界から優れた、企業、技術、人、情報を呼び込むことを目的とした。 行政、産業界、大学、研究機関など官民が一体となって行う、プロモーション活動、企業誘致活動などを、日本初のモデルプロジェクトとして行われている。市内の大半が、宅地、商工業地帯となっているため全般には振るわない。農地の大半は、省内外省の中川区や港区に立地し、野菜と水筒を栽培し、大消費地に立地するという優位性を生かした。 地地産地消の推進に取り組んでいる豊田市や四日市市などとともに、中京工業地帯の中核であり、自動車産業、航空宇宙産業、鉄鋼、特殊鋼、電気、セラミックス産業等が盛んである。製造品出荷額では、県内では豊田市に次ぎ、全国5位にランクする。工業はかつて、名東区の牧野ケチ緑地付近には炭鉱があり、 アタンを産出していたが、現在は閉山している。名実ともに、中京圏の商業の中心地であり、前述の通り坂へ、名駅、大須、金山、今池など市街県外からの集客力のある商業地帯が存在する。近年、一部の大都市を除く多くの商店街が、ロードサイドショップの進出等によって空洞化にあえぐ、中、にぎわい活気のある、 市街地と言える。またグルメ激戦区として名を馳せており、特有の文化を持った名古屋飯などを筆頭に様々な料理が集まる。名古屋市にある百貨店の松坂屋、松坂屋、丸栄、丸栄、三越、三越、名鉄百貨店、名鉄で 4M デパートと呼ばれる。最近ではこれに高島屋、高島屋を入れて 4M1T とも呼ばれる。 2015年、平成27年現在、年間売上高は高島屋が主位で、以下、松坂屋、三越、名鉄百貨店、丸へと続く。全国紙は、愛知県、岐阜県、三重県を取材、発行の対象としている。産経新聞に関しては、産経新聞大阪本社で発行されたものが、名古屋市を含めた東海3県内にて販売されている。 放送対象地域は NHK 名古屋総合、テレビ愛知は県域放送、他は東県、岐阜県、三重県の東海3県を放送エリアとする中京広域県としている。放送対象地域は NHK 名古屋第1、第2と CBC ラジオ、東海ラジオは東県を含む中京広域県、NHK 名古屋 FM とアット FM、ZIPFM、 ラジオネオは、県域放送としている。多くの大学が、名古屋市内にキャンパスを置く。郊外への移転が著しい時期もあったが、最近では、都心回帰も見られる。現在、名古屋の空の玄関口は、市南港の千下半島にある、常滑市沖に浮かぶ、海上空港中部国際空港、セントレアと、四北港の北区、小牧市、豊山町。 カスガイ市にまたがる名古屋飛行場、県営名古屋港、小牧空港である。以前は国際便や国内線が発着していた旧名古屋空港、小牧空港は2005年に開催された愛知万博と同時に開港した中部国際空港にしる機能を移転した後、県営名古屋空港、名古屋飛行場と解消。現在ではアージを主力機材とする 富士ドリームエアラインズ FDA が国内9カ所、青森、花巻、山形、新潟、高知、福岡、熊本、出雲、北九州に就航するのみとなっている。この小牧空港周辺には国産初のジェット旅客機である MRJ を製造する三菱航空機も名古屋飛行場敷地に隣接する土地に製造拠点を行っており、旧名古屋空港時代から 航空自衛隊の小牧基地と滑走路を共同使用する軍民共用空港である。それ以外の日本航空、JAL、全日本空輸、ANA 及びデルタ航空など大手航空会社が運航する主要な国際線及び国内線は、床滑市沖の人工島にある中部国際空港、セントレアから発着してを大型旅客機が使用される欧米線も含めた。 国際線は全便が中部国際空港からの発着である。空港アクセスに関する観光案内表記では、中部国際空港を名古屋、中部と表記し、県営名古屋空港、名古屋飛行場を名古屋、小牧と表記されるため、名古屋市に航空便で到着する場合は、あらかじめどちらの空港へ到着するのか注意が必要である。中部国際空港からは、 デルタ航空によるアメリカ合衆国デトロイト船やルフトハンザドイツ航空によるドイツ連邦共和国フランクフルト船フィンエアーによるフィンランド共和国ヘルシン船などの欧米諸国との間に国際定期直行便が運航されているほか東南アジア及び東アジア各地中国各都市韓国台湾への国際便も高頻度で定期運航されている太平洋諸地域 ハワイ、ホノルル、グアム、サイパンなどへの直行便も1年を通して定期運行されている。2010年以降は、ジェットスタージャパンや春秋航空などといった格安、航空会社、LCC も部空港へ就航し、それぞれ国内外への定期路線を運行している。基本的に、国内リージョナル路線、旧路線が発着する、名古屋飛行場、小牧空港以外は、すべて、 中部国際空港への到着となる。この内名古屋空港とは、鉄道アクセスはないが、バスと都市高速道路が整備されている。なお、中部国際空港へのアクセスは、名古屋市南部の鉄道ターミナル駅である、金山総合駅や JR 東海本社ビルと地下通路で連絡している名鉄名古屋駅から、空港特急及び空港急行が発着している。 名鉄名古屋駅と名鉄とこなめ線、空港線直通特急ミウス海により、最速28分で結ばれている。また、各区の中心駅や郊外名東区、藤ヶ丘など、市内各所中心地から中部国際空港へ向かう高速バスも運行されている。鉄道の名古屋駅は、名古屋の九条下町の西に位置する笹島と呼ばれていた湿地を埋め立てた場所に位置し、 現在では、名古屋市の都心の一つとなっている。東海旅客鉄道、JR 東海名古屋駅の他に、名鉄名古屋駅、近鉄名古屋駅、地下鉄、青波線の名古屋駅があるが、それらをまとめて、名古屋駅、あるいは略されて、名駅、名駅、名駅と呼ぶことがある。名駅という呼称は、周辺の正式な地名に採用されている。 地下鉄と市バスを経営する名古屋市交通局を中心に、鉄道は JR 東海、名古屋鉄道、名鉄、近畿日本鉄道、近鉄の主要を3社が乗り入れている。バス路線は市バスのほか、名鉄グループの名鉄バス、近鉄グループの三重交通などが、周辺区を中心に路線を運営している。代表的なターミナル駅としては、名古屋駅、名鉄名古屋駅、 近鉄名古屋駅、堺駅、金山駅、大曽根駅がある。市内の鉄道利用については、市内主要地域の大部分をカバーする地下鉄が圧倒的である。その他の鉄道3社は、名古屋駅と市内中心部主要駅と、郊外都市との連絡が中心で、市内相互輸送については、名鉄本線、名古屋神宮前、JR 中央線名古屋大曽根を除き、 首都圏に比べ日常的な利用はさほど多いとは言えない。また、自動車通勤の抑制を期待して整備された西名古屋高専、青波線だが運営する第3セクター名古屋臨海高速鉄道の当初の利用予測を大きく下回っており、苦しい経営が続いている。バス利用についても、市バスが路線密度の高さから最も多くの利用者を集めているが、 自家用車の構成や地下鉄との路線重複等もあり、大部分の路線が赤字である。このため、名古屋市交通局は、ここ数年バス路線の再編成を短いサイクルで行っており、利用者数の少ない路線の廃止、本数削減などの措置が実施されている。名鉄バス、三重交通バスについては、一部地域での運営にどまっているが、期間バスや星ヶ丘駅発着路線など、 利用率の高いものもある。代表的なバスターミナルとして、名古屋駅地区の名鉄バスセンター、名古屋バスターミナル、栄地区のオアシス21バスターミナルがあり、多くの中長距離路線バスが乗り入れている。この他地下鉄の主要駅を中心にバスターミナルが設置され、周辺区において地下鉄へのフィーダー輸送の役目を果たしている。バスの乗車方法は、市バスが 前のリアと折り先払いであるのに対し、名鉄バス、三重交通バスは、あ乗り前折り後払い方式である。しバスでも、名鉄と共同運行する期間に系統やゆとりと、ラインでは、乗り前折り後払いの方式をとっている。運賃は、しバスが、ゆとりとラインの高架区間を除き均一性、名鉄バス、三重交通バス並びに、ゆとりとラインは、整理券による区間制である。 ただし、市バスの高速1系統の名古屋、高速道路通過区間は10円加算。名鉄バスと三重交通バスの市バス競合区間は、市バスと同額の均一性である。名古屋市を構成する16区の主要駅は、以下の通り。様々な利用の起点、目的点として代表される駅である。太字は、区役所もより駅。名古屋市は、トヨタ自動車をはじめとする自動車の町。 企業城下町として有名であり、大量の交通は卓越した道路網が支えている。五番の目のように片側三から五車線の道路が走っており、余裕ある道路設計により、名古屋高速道路を中心部に通すことも容易であった。100メートル道路と呼ばれる福音100メートルの広い道路、久屋台通と若宮台通は、名古屋の自慢にもなっている。なお、 一本の道路幅が100メートルなのではなく、上り車線と折り車線及び車線間にある20メートルほどの中央分離帯を加えて100メートルと呼んでいる。途中の中央分離帯は公園のようになっており安全に休むことができるので、歩行者は100メートルを一気に渡りきる必要も、プレッシャーもない。日本一とも言われる広い道路網の原点は、広工事で見られるような江戸時代にあった。 万事の大火後の防火隊としての役割にある。後に来る車社会を見越し、太平洋戦争の戦災復興都市計画に基づいてさらに整備されたものである。この都市計画は大変大胆なもので、空襲により、消毒化した市街地に福音の広い道路を何本も東西北に通し、市内各所にあった墓地をすべて一箇所に集約するというものであった。この計画は、 当時の交通事情などを考えればあまりに突飛なもので批判の声も大きかった。戦後日本の急速な経済成長により大胆な都市計画は見事に結実した。この計画の責任者は田淵俊市議官でその功績により1966年に名誉市民の称号が贈られている。市内の中心部には環状に名古屋高速道路が走り、 名古屋第二環状自動車道が、環状に地域を取り巻く。市東郊外の名東区に、東名高速道路の名古屋インターチェンジを持ち、都心部の繁華街、栄地区や大須付近からは、名古屋高速道路と名古屋第二環状自動車道を利用すれば15分程度、一般道、愛知県道60号名古屋長久手線などでは、渋滞のない状態で30分から45分ほどとなっている。 南部の湾岸エリアには、伊勢湾岸自動車道が通っている。その他、郊外にも、名神高速道路、中央自動車道、東海北陸自動車道、北半島道路などが接続しており、一般道を含め道路インフラの整備が大変、進んでいる地域とも言える。また、有料高速道路以外にも名士国道、西北産業道路、名機バイパスのような複数の高規格バイパスが、 存在する。名古屋市中川区の中部運輸局愛知運輸支局から交付されるナンバープレートには名古屋の地名が表示される。これを俗に名古屋ナンバーという。1965年3月1日に愛知ナンバーから三河ナンバーが分離されるのを機に変更された。さらに1979年8月6日には尾張小牧ナンバーが分離された。 2007年1月時点、名古屋ナンバーが交付されている地域は、名古屋市、大府市、東海市、千田市、半田市、常鍋市、千田郡、津島市、愛西市、八富市,市、天市、海府郡、豊明市、日清市、長久手市、愛知郡である。なお、名古屋ナンバーの登録台数は、全国で一番多い。名古屋港は、宮の渡しで有名だった。 厚田港が周辺海域の干拓の進展や浅い水深で近代港湾としての機能を応せないとの観点から厚田前に行ったの沖合を埋め立て浸滅して築港された近代港湾である第二次大戦時に零式艦上戦闘機零戦を製作していた三菱重工業名古屋航空機製作所が港の東側一帯に広大な敷地を構えて発達し E400 型潜水艦に搭載されていたセ蘭を設計製造した愛知航空も市の南部から港湾部にかけて所在していた。戦後はこの跡地への多工場進出や地元資本と富士製鉄の合弁の東海製鉄、新日鉄住金名古屋製鉄所の前身が進出するなどして発展し、現在は貿易額日本一を誇るまでになった。伊勢湾に面しており、 西から、八戸市、飛島村、名古屋市港区、東海市、下市と5つの市町村にまたがる。周辺施設名には、名校、名校と略して関する場合が多い。名古屋港に関しては、主に愛知県内に生産拠点を持ち、多数の自動車を世界各国に輸出する、トヨタ自動車工業など大企業が利用るため、戦前から日本を代表する輸出入の拠点であり、 また大型船の横付けも可能な港湾設備を持つため、クイーンエリザベスなどの世界的に有名な豪華客船が寄港することもある。江戸時代、東照宮祭、若宮祭、天皇祭りを名古屋三大祭りと呼び、出汁にカラクリ人形を乗せた出汁カラクリが名古屋城下で引き回された。しかし、太平洋戦争で出汁の大半を失い、 現在その面影は、ほとんど見られなくなっている。なお、名古屋祭りで行われる出揃いは、消失を免れた名古屋各地の出しが、一堂に揃う応仁の三大祭りゆりの行事である。江戸時代、尾張徳川家の歴代藩主が、積極的に芸能を奨励し、芸どころ、名古屋と呼ばれた。特に、徳川光友、徳川宗春、徳川成高は、 現代につながる名古屋の文化に大きな影響を与えている。主なプロオーケストラは以下の通りである。また、ロックのサブジャンルに名古屋系がある。日本トップリーグ連携機構、JTL のスポーツなど、数多くのチームが本拠を置いている。など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。